恐竜高音説は恐竜が高温動物であるという学説である。1970年代半ば以降にアメリカ合衆国の古生物学者ジョン・オストロムやその愛弟子として知られるロバート・ティー・バッカーが恐竜は実は従来考えられてきた変温動物ではなく高温動物だったのではないかと提唱した学説である。当時は哺乳類や 鳥類のような高等な動物は高温動物であり、爬虫類などのより過等な生物は変温動物と考えられていた。高温動物は気温に関係なく活発に活動できるが、変温動物は気温が低い場合は体温も低下し活動が鈍くなる。そのため変温動物である恐竜も極めて鈍重な動物であると考えられた。オストロムやバッカーはそう言った。 従来の説にことを唱え、活発に活動する恐竜像を提示した。これは恐竜に関する従来のイメージを大きく覆すものとみなされ、発表直後から大きな反響を呼び、カンカンガクガクの議論を巻き起こした。高温動物である恐竜は変温動物である爬虫類の一種として分類するのは不適切であり、それとは別の恐竜類として定義すべきとの意見も出された。 また当時は、鳥類の祖先が恐竜か否かということも、学術上の議論となっており、それとも絡めての論争となった。鳥類の祖先が恐竜だと主張する立場からは、恐竜を爬虫類に分類するのではなく、恐竜鳥類として、鳥類と同じ分類とすべしとの提案もなされた。その後の研究により、鳥類の祖先が恐竜であり、鳥類は恐竜の原生系統であることが、 明らかになった。特に1990年代半ば以降、俗に言う、羽毛恐竜の化石が発見されたことが、それを裏付けている。羽毛は、鳥類の体温維持に大きな役割を果たしており、当然ながら、羽毛を持った恐竜も、体温維持能力は高いと考えられる。羽毛を有するから高温動物であると断定は、できないが、少なくとも、恐竜の一部は、 高温動物である可能性が高い。これに関連して恐竜の祖先筋にあたるエディスロスクスのような三条機の主流類にも高温性ではないかとする疑いが持たれた。実際アリゲーターのような原生のワニ類の心臓を調べてみたところ、過去に高温性を保持していた痕跡が見つかっている一方、恐竜の中でも特に巨大なものは、その性質上、体温は、 自然に維持されることになる。むしろ体温を適切に保つためには、余分な体温を放出することの方が、より重要な課題になると考えられている。また、哺乳類、鳥類は、高温動物で、それ以外の動物は、変温動物という従来の見方も妥当ではないと、された。保温に適した羽毛や毛皮を持つ、哺乳類、鳥類にも、 体温変動が激しい種が存在すること、それ以外の動物にも体温が一定の種が存在することが確認された。鳥類の格好類や哺乳類のナマケモノ類などは体温維持能力が低い。一方で、爬虫類のウミガメ類は体温維持能力が高いことが確認されている。現在では体温調節能力を基準として生物を高温動物と 検温動物に分類することは大きな意味はないとされる。ありがとうございます。